はい、皆さんおはようございます。さあ今回はですね、久々の動画更新でございます。でですね、今回は魚釣りを一旦休みまして、ちょっとですねツーリングの方でバイクでですね出かけてみたいと思ってます。で、チャンネル名も新たにですね、今回からこうやってツーリングのトイレを挟みながら、まあ、もちろん魚釣りもやりながら、はい、というのもですね、僕がですね見つけであった釣り公園は釣りに行ったルアーティーシー、そしてですねさらに足を伸ばしていってた石畳の釣り場もですね今工事中でございます。はい、まあ、対岸からは釣りができるんですが、まあ、そんなのもありまして、なかなか釣果情報が入ってこないんで情報不足でですね、何が一体今釣れてるのかが分からずターゲットを絞れない状態で、まあそんなにもあるんで、まあ釣りだけではなかなかこう更新できないと、特に去年はもうほとんど更新できてませんから。なので、今回からですね、ツーリングという要素も入れました。今日はちょっとそんなわけで京都の方に行ってます。1号線発見で、はい、それではよろしくお願いいたします。
到着しました。志田、城南宮神社ですね。しだれ梅と椿祭り、梅を見に行ってみたいと思います。これうまい。
どういうことですね。まあ第1回のフィーリングをしたけども、まあ、こんな感じですね。ちょっとこう景色の綺麗なところとか、花の綺麗なこととか遊びに行って、まあ普通のねできない時とか公園で埋めていこうかと思ってます。はい、ということで今日は第一発目でした。それではまた。うまい。うん。